おかしいわあ、そうだ、はい、マジマリカーつながりだけど、ガク君の2つ名が、うん、暴走する初心者マークだった不本意だけどねっていうのは、ガク君がリアルの方のマリオカートじゃない方でね、免許を獲得したと。いや、そうなんすよ。そうどうですか、車。いやー、めちゃ怖いね。雨の日とか、うん、めちゃめちゃ周り怖くてしようがないね。あ、やっぱ教習所とかだと雨の日ってあんまり行かないんですよ、うんうん、そう。でもたまたま雨の日になったりとかした時に視野が全然違いすぎて。じゃあ雪の日とかも知らないのか。あ、全然。いや、だからもう運転できないと思う。あ、へえ、全部教えてくれないんだ。そう、あの、なんなら駐車の授業も実践向けのやつはあんまり教えてくれないんですよね。実践向けで教えるとそれこそめちゃめちゃ時間かかって、うん、もう規定の期日まで卒業できないからって教習官の先生に言われた。なんかいいですね。なんかこっから先は現場で学べっていう、まんまその感じかっこいいじゃん。いいな。だからずーっとバックの練習をし続けてたよ、あの免許を取り立ての時は。なるほどね。てか、なんだったらトヤさん乗ってもらったしね。はい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 、ありましたよね。え、だ僕おい、嘘つけな。それで最下位になってしまった。もうしょうがない。その時は左手がなかったから、もう操作ができなかったから。手に包帯つけてるじゃん、うん、あれって俺の車で傷つけたからみたいな話まあまあまあね、2機くらい失ったけど残機制なんですか。もうちょっと譲渡しないと気が持たないから。初心者マークつけてるやつにそういうこと言うとマジに取られることあるのよ残り1機だから、危ないからよろしくお願いしますね。まあ明日には0機になってるんですけど、ね、俺の怒りを買ってしまったのでねえ、どうでした？ちなみにあの、うん、俺の車に乗ったのは多分3人目ぐらいですね。うん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 。一番最初にあのサプライズで親を乗せたので。わあ、何それ、うん、めちゃくちゃいいじゃないですか。親と弟を乗せて、でその後に翌日ぐらい豊さんのところに行って乗ってもらったんで、うん、だから2級失ったのか。もうちょっとさ、試験をやってもうちょっとモルモット乗せてくれないとか保証されてないのよ人の家族をモルモット扱いすんな何百万回壊れないようにチェックしたっていう椅子でさえ生放送でぶっ壊れるんだからさオードリーの話をするんじゃないよもっと試験重ねてくんないと耐えうらないよ、それは。こっちの方も何事故の耐久テストみたいな回数やらなきゃいけないですじゃあどうだったんですか。いや、全然普通の車でしたよ。ちゃんとタクシーと同じだった。え、マジで、うん、中の下のタクシーだったわ。喜んでいるか分かんねえタクシーもありますからね、ピンキリが。ああ、まあ確かにですね。じゃあ、の乗り心地良かったってことですか。中の下のタクシーでした乗せといてもらってちょっと忖度しろや。気分によっては気持ち悪くなる中の下のタクシーでした。気悪いわ残機マイナスいっとく。あ、いや、ね、安全運転でね。あ、それではまあその車の話もまあそうなんですけど、はい、最近パチンコやってたらしいね。何が？ああ、ゲームでね。ああ、マジ何の話かと。